かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、妖者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。すべてを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものは、父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあれば、きっと。ペルセウス！妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。うん、新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなかった。戦った、どう考えてもおかしい。うん、まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。言われなくても分かっています。
お前たち足場軍ではないだろう。どこの軍のものだ。まだとぼけるか。こっちの世界の連中め、こっちの世界。何を言ってる。他の軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そうですね。もしかして足場の同盟軍でしょうか。落ち着いてください、母上。それにしても様子が変です。どこにいるんだろう。なんていうか変な感じです。まことに小牧やめ、戦場の空気が妙だ。
天下無双の武、そこに極まれり。ここまで、ここまでですぜ。これより先へは行かせませんよ。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ちふさがるな。戦わざるを得ない。おいおい、何もご存じないとおっしゃいますか。いやいや、敵の言うことなど信じられませぬ。まいこれで打ち取った。これで終わりではありませんぞ。御益の鎮急を返す。脅し、貴様俺と戦え。並々ならぬ気迫、相手にとって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。させたいよ。食い止める。立て。先ほどとは違う軍勢を呼ぶ。
またもや敵とみなされてしまったか。おそらく今のは先見隊、じきに本体が来るはず。ならば敵の大将に直接話を聞くとしましょう。彼らの話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。これぞ無双。ナオマサ、マイサン。なんだ。できそうです。
という武勇。伝令、前方に義軍が現れたとのこと。義軍が、予想よりも早いな。さすがは義の戦闘、侮れません。私たちもすぐに出陣の準備。いいのせんべいだな。思ったより少ないが、油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思って、彼らと遭遇しました。ですが、義の撹乱部隊にしてはどうも様子が変です。義にあんな死ぬ言ったでしょうか。あなたがこの軍の指揮を執っている方ですか。我らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉、信じるとだ。
それはどういう意味です。ニクソン、もうよい。そのものら確かに義軍には見える。話を聞こう。